はい、どうもです。はい、ということでですね、今回はですね、いい感じに出来上がってきて、もう4本目なんですけども、締めに移行したいなと。締めていきたい、悲しみの連鎖を。これ以上酔っ払ってしまうと、もうお蔵入りになってしまうんで、やばいと思ったので、強制的に締めたいと思います。僕のこのチャンネルを。最近寒くなってきたじゃないですか。寒じゃねえや。鍋を作っていきます。みんなが大好きな国民的料理。行列を作ってまで食べたい。はい、二郎ですね。ということでですね、今回は、二郎っぽい鍋。まあ、うまいんですよ。作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。今回の二郎はね、一番合うね、ピルスナーでね、注いでいきますよ。じゃあこれを、二郎鍋の完成を祝しまして、ざばい！これは完璧に合うわ。材料紹介ですね、この豚バラです。豚バラ 250g。これ一番大事なんですよ、このね、脂身の多い部分。二郎はね、脂が命なんで、もうね、真っ白でもいい。これが野菜です。もやしですね。牛脂。スーパーとかに置いてあったり、肉を買った人にだけあげますみたいな感じで書いてあるところもあるんです。多分、店員さんに言えば売ってくれると思います、これ。今回は鍋なんですけども、二郎系ということで、ラーメンのスープ。札幌市場の塩豚骨、これね、スーパーに売ってると思いますんで、めちゃめちゃうまい豚骨スープなんで、これ使ってください。ラーメンのスープと中の切りごまを使って、ラーメンは締めで。これ、ニンニクですね。ニンニク3かけ。1、2人前の鍋なんですけども、ニンニク3かけ入れると防御に入れますんで。じゃないと二郎っぽくなりますね。はい。以上の食材でやっていきます。まずこんな感じかな。で、まあ、こんな感じで、まあ鍋に入ってるっぽいような入れていきます。キャベツだけでね、鍋埋まるんですよ。これ塩洗います、まあ、さっとでいいです。これさっと洗います。もやしをね、まあでも大丈夫だ。もやしとね、キャベツってのもね、もうほとんどが水分ですから、この野菜のね、あれはね。これね、今のうちにね、これね、ふりかけといてください。このお野菜どうも。3等分に切った豚バラ肉をですね、こう巻くように配置していきます。今回使ってる鍋はね、1.5 人前か2人前の、これぐらい の大きさの鍋です。これはね、今回ね、2人前です。全部3等分にして。ちょっとね、長めでも全然平気なんでね。はい、縮んじゃうでね、すごくないですか、もう見た目。めちゃめちゃうまいな、これ。二郎系はね、油が命ですからね、これね。野菜もね、たっぷり取れますから、これね。はい、こんな感じです。お酒ね、大さじ2杯。お酒ね、この横から入れちゃってください。からね、はい、大さじ2杯。ポンみりん使いますけども、みりん風調味料でも全然平気です。はい、これ、大さじ1。これもね、横から滑り込ましてください。1,2,3,4,5,6,7、あ、7振りです。で、水もまあこのちょっと端からちょっとトトトトトトトって入れていきます。はい、まな板洗いましょう。さっき肉切っちゃったんで、ニンニクね、ちょっと肉切る前にこれやっといてくださいね。さっきね、ちょっと忘れちゃったんで、ちょっと切ってください。まあ潰して、全部潰していただいて。ニンニクね、結構きついです。二郎系でガッツリいきたいなって思ってるので、好みで調節してくださいね。僕はもう3つ入れても全然平気だと思うんですけども、粗みじんにしていきます。ニンニクを入れることによってかなりガツンとした味わいになりますので、ニンニクね、非常に重要です。そしてこの切った大量のニンニクの香りをね、楽しみながら悪魔のビューを飲みます。悪魔的だお前は。半分乗っけてください。あと半分は残しとく。ドカッと乗せてあったとく。醤油ですね。醤油大さじ1半。これはこう周りにこうタパタパッとタパッとこうやっちゃってください。最後に豚骨、札幌一番のこれ切りごまですね。これを全体にかけてください。すごいビジュアルじゃね。これを煮ていくんですけども、まず蓋を閉めてください。閉まんないんですけども、気にせず大体ね、中火ぐらい。これで15分間煮ていきます。はい、じゃあですね、15分経ちましたので、はい、オープン。ちょっとね、水が多かったので 200cc 入れたので180ぐらいでもいいかもしれないです。これにちょっと散らしてください、全体的に。こんな感じ。そうするとね、見栄えがね、一層良くなりますから。生のニンニク、これ、上に乗っけてください。で、これなんでやるかっていうと、火の通ったニンニクと生のニンニクって味わいが違うんですよ。
でスープにはニンニクの風味入れたいんだけど、生のニンニクの感触も皆さんに召し上がっていただきたい。だから生のニンニクは半分、生ですか。こちらでですね、鍋一つでできちゃいます。鍋以上完成でございます。はい、それではできました。食べていきたいと思います。いただきます。たっぷりのお野菜、いただきます。もやしもキャベツもクタクタになってますよ。あ、お迎えが来ましたね。スープがうまい。うまっ。人間が必ず美味しいと思う味してます、これ。うまい。うん、豚肉めちゃめちゃ柔らかいし、ニンニクの入ったこの豚骨醤油スープ、汁がうまい。いやうますぎるわ。ビール進む鍋って何って感じですね。黒胡椒ですよ。スープがバリうまい。冬の鍋はこれです。完全に火を通しきってないニンニクと火を通したニンニクのダブル使いね。めちゃめちゃパンチが効いてて美味しい。あまりにも甘いんで、スタートチャンス。おぶぞ、食ってみろ。いただきます。ヘルシーだね。ヘルシーではない。胃もたれしない、大丈夫。ジローってそうじゃねえの。ジローは胃もたれですよ。胃もたれそういう、確かに胃もたれしろよ。香りはほぼジロー。ご家庭用にしっかりアレンジは家庭で作る中では一番ジローに近い。これで締めの札幌一番塩ジローを作ります。麺が茹で上がりました。ちょっとね、固めて大丈夫です。後でね、鍋に入れるんでね、湯切りしてもいいんですけども、僕はめんどくさいんでこのまま入れちゃいます。ちょっと固めに茹でました。少し煮て汁をね吸わすためにちょっと固めに茹でた方が僕は美味しいと思いますんで、締めということで小ネギね、小ネギ振ります。はい、切りごまを使います。美味しそうじゃないこれ。最高のラーメンが出来上がりましたので食べていきたいと思います。よそっていただいて、スープ少し締めさせていただきます。いただきます。買ったよ。うまっ。ちょっと煮込んだ方がうまいです、これ。少し煮込まれるとね、スープがこう麺にキュッと染み込んで、めちゃめちゃパンチあるんですよ。鍋の野菜があんなにたっぷり入ってて、肉もたっぷり入ってて、ラーメン一玉締めで使うんだと、これ2人分でいけますね。この冬最高の鍋、めちゃめちゃ美味しいので、ぜひやってみてください。あ、でも汁飲むと結構ガツンとくるね。そうだろ、うん、野菜だけ、野菜ばっか食ってからだよ。はい、ラーメンを入れたらもうこれほぼほぼ二郎です、うん。